アルテムドフビクは、ウクライナチェルカースイ出身の、同国代表プロサッカー選手。SK ドニプロマイナス1所属。ポジションは FW。地元クラブである FC チェルカースイドニプロで、プロデビュー。2014-15シーズンはサンブリーグで優勝を果たした。2015年夏、FC ドニプロに移籍。2016年4月。 モルドバの FC ザリア・バルチに期限付き移籍。2016年5月31日に一旦ドニプロとの契約を満了したが、8月に再契約を結んだ。2016-17シーズンは6ゴールを上げ、リーグの最優秀若手選手賞を受賞した。2018年1月、FC ・ミッティランにフリーで加入。2019年12月2日、 スナユスケフッポルトに期限付き移籍。2020年夏、SK ドニプロマイナス1に完全移籍。2016年9月5日、2018FIFA フフワールドカップヨーロッパ予選のアイスランド代表戦で代表初招集を受けた。2021年3月31日、2022FIFA フフワールドカップヨーロッパ予選のカザフスタン代表戦で、 ウクライナ代表デビューを飾った。2021年6月 UEFA ユーロ2023カメンバーに選出された。同月29日に開催されたラウンド16スウェーデン代表戦で大会初出場を果たすと120プラス1分に決勝ゴールとなる代表初ゴールを決めチームのベスト8進出に貢献した。チェルカスイザリア・バルチミッティラン・スナユスケ ありがとうございます。